おはようございます、ボンドカーズアリーナ小島でございます。今週もですね、先週に続きましてありがたいことに、遠方の買取のご依頼をいただきまして、今週も行っていきたいと思います。前回はですね、雪でちょっとハプニング続きでございましたが、今回は多分天候の心配はないと思いますが、買取できるよう頑張っていってきたいと思います。時刻は午前の4時半ですね。今回も始発では間に合わないので高速バスの方で出発したいと思います。それではスタートいたします。はい、羽田空港に到着いたしました。まだ外は暗いですね。ちょっと明るくはなってきてますが、これからですね、飛行機に乗って今回ご依頼いただきましたお客様のもとへ向かいたいと思います。はい、今回の目的地、沖縄県那覇空港に到着いたしました。コロナの影響でですね、予約してた飛行機が欠航になりまして、別便での到着になりましたが、飛行機もかなり空いてましたね。ちょっとこういう時期でもありますので、これから感染予防をしっかりしながらお客様の元へ向かいたいと思います。天気はですね、とても恵まれて快晴となっております。天気のように無事、お車買取できますよう祈って向かいたいと思います。空港もあまり人がいないですね。これから、ユイレールという交通機関で向かいたいと思います。査定の方が完了いたしまして、お車ですね、買い取りさせていただきました。ありがとうございます。今回買い取りさせていただきましたお車はこちらですね、メルセデスベンツのただいま人気絶頂中といいますか、衰えを知らない G クラスの G350D になります。鉄板のですね、 AMG ラインですね。そして、ラグジュアリーパッケージが付いております。アダプティブサスペンションも入っております。距離がですね、約5000キロでワンオーナー車になります。グリルが変わってこれらも変わってますね。ホイールに関してはちょっと商品車になるときには変わってるんじゃないかなと思います。あとちなみにブラックアウトですね、関係もやっております。こちらをですね、これから陸送会社さんの方に直接入庫していいと思います。走行がですね、4594キロ、5000キロですね。ワンオーナーの車になります。ただいま陸送会社さんに入庫しましたので、これから埼玉の方へ追います。ぜひご覧いただければと思います。今日のプチ散歩はですね、日帰り弾丸ツアーということなので、あまりですね、遠くは行けませんので、近くにこちらですね、パワースポットと言われている波の海に神社の方に参りました。有名パワースポットで、結構人が混んでますね。ここにお邪魔したいと思います。
らしい神社です。ここがですね、Cさんになってますね。アブのCさんです。今回もですね、遠方買取無事完了でございます。まあ、こういうコロナ禍だったりですね、まあ、ちょっと予定もあって沖縄弾丸ツアー、日帰りツアーになるんで、最後ぐらいはちょっと、沖縄らしい海をバックにちょっと撮影しようかなと、まあ、近くのビーチまで来ておりますが、今回もですね、メールのお問い合わせになりますけども、以前からボンドのブログの方でですかね、よくあの送るのを見ていただきながら、うちの方ですね、お問い合わせをいただいた形になりますけども、まあ、こういった形ですね、全国の皆様お車売買ご検討している方、ぜひお問い合わせいただければと思います。お問い合わせはあのメールでしたり LINE だったり、様々なツールございますので、皆様のお問い合わせお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。沖縄グルメといえばですね、まあ、私も仕事9割で毎年沖縄に来てるんですけども、時間が許す限り必ずお邪魔させていただくこちら、帝のちゃんぽんさんですね。ちゃんぽんさんじゃないな、帝のちゃんぽん。これはですね、私のレギュラーメニューになっております。どういきたいと、あれ、グルメツアーはどうしてもちゃんぽんを食べたいので、もう一つの名店ですね、こちらの方で。ちゃんぽんはもうどれにしたら、やっぱちゃんぽんかな。ちゃんぽんを取りましょう。こちらのちゃんぽんも美味しくいただきました。ごちそうさまでした。